こんばんは、小学生の学習教室です。今日のダジャレ、宇宙服で降りてたら足打っちまった。ゴン、もう一度お願いします。宇宙服で降りてたら足打っちまった。はい、ありがとうございます。今日は笑い話の本を読み終えました。その中で一番面白かったお話、笠屋の笠売りを読みますので聞いてください。分かるように読んでください。どうぞ。笠屋の笠売り。一くそのかさやがありました。今日かさをこしらえたんですか。八本もできそこないを作ってしまいました。開きっぱなしで温めないのです。バカだね、めざめ、本当に起きてたんだよ。夢のに叱られていると急に雨が降り出しました。よしと言ってかさやはできそこないをつかんかついでみんな打ってきました。だんだめんで俺でも役に立つぞ。待ってる夢の。お金はどうしたい。いけねえ、お金もらうの忘れた。はい、ありがとうございます。まぬけな笠売りですね。ではホワイトボードの前の文章を読んでください。先生、学習教室、麻生さんの学校、かっこ小塾、偉人伝、論語、短歌などプラス脳空間、論理的思考通り、カジコーが、モルス、カジコーの頭を使って中、カジコーなんのです。9歳の50教育の試合、一つ嘘への一つ、負けの一つ、山本以上のすんな言うと儲けてる、俺と儲けてる、そら、勇気という仏様、みつこさん、我、勇気としては悪い、勇気が悪くとしては悪いけど、これ宇宙のこと、小さな仕事中トライナーというか、アンナーオブサクセスバトルだというか、アンナーオブバイル成功者になるとそうだよな、勝ちは逃げない、なろうエンジョイザ・リル・シンクス、小さかった誕生 No one has ever recovered by the world。おたことやまじかない、やまじかって光りまじか、あたいものを増やしましょう。なるほど、暴力にもありません。はい、ありがとうございます。今はこのようなパズルをやっています。本の紹介です。井上和彦先生の渾身の最新作、自衛隊さんありがとう。よかったら買ってください。自衛官も募集中です。では最後に一言、何かありますか。なら面白くなさそうなダジャレ、じゃじゃん、スイカは安いか、以上。スイカは安いか。はい、ありがとうございます。失礼します。